はい。えー、腹黒いジャモおじさんの、えー、今日はですね、地方の自称進学校あるあるっていうのをね、えー、やりたいと思います。はい。えー、僕は、えー、長野県の、いわゆる自称進学校って言われてる、えー、学校の、えー、出身のものです。はい。えー、だから、長野県で言うと、えー 進学校って言えるのが、えっ、ー、と、長野高校っていう高校と、松本深志高校っていう高校があるんですけど、えー、そこの次の、うん、グループ、2番手グループに属してる学校出身です。はい。で、えー、地方のね、えー、自称進学校の あ定義づけっていうのをまずしたいと思います。えーえー、進学実績ですね、現役の、えー。ざっくりでこんな感じですよ。えー、東大が1名から2名、えー、東京1校が5名から6名、えー、総計が5名から8名、えー、宮廷が10名から12名、そして地元の国立大学はカウントされずっていう、こういう悲しい えー、学校でございます。はい。じゃあ、えー、今日はですね、えー、まあ、定期付けで言うと、うん、新学校って言えるのが、多分この東大が現役で言うと、5名以上合格していたり、まあ、東京一校で言えば、まあ、20人ぐらい 受かってる、学校だと新学校って名乗ってもいいんじゃないかなと。ええ、総計だと、どれぐらいですか ?30 人ぐらい行ってればまあ、新学校なんじゃないですかね。ええ、だから、地方の、うん、自称新学校あるあるを今日行ってきたいと思います。はい。ちょっとね、書き出してきたので。 はい、じゃあ、えー、腹黒いジャムおじさんがですね、えー、地方の自称進学をあるある行ってきたいと思います。はい。一応ね、カンニングペーパー見ながら行ってきたいと思います。まず、えー、謎のコース分けっていうのがね、あります。えー、これはね、学校は大っぴらには、行、えー、ってないです。 えー、だけど、医学部コースだとか、総計コースとか、特進コースとかあ、あるいは僕が所属してた、平民コース。ね。<laughs> 平民コースですよ、えー。っていうのがあります、えー。公にはされてないんですけど。で、えー、9月、10月ぐらいになると、謎の大学の推薦を先生から勧められると。まあ、例えばの話ね、ちょっと聞いたこともないような大学の推薦をね、うん、なんとか大道工業大学とか。 聞いたことねえよっていうのを勧められたりします。えー、それからですね、えー、英語の単語テストで順位をつけるっていうことがあるんですけど、意味あるんすか <laughs> え<ー>、<laughs> よくわからないんです。えー、それから、えー、2年生の3学期は、えー、高3の0学期。これ、どういう意味ですか <laughs> 未だによくわからないんですけど。 あとまあこれとちょっと似たことで言うとあの受験の時にはええー、ね夏を制する者が、うん、受験を制すとか、うん、秋は苦手を克服しましょうとかね、うん、あるいは冬は、うん、高校生活のね、まあ、集大成っていうか総括ですからっていう謎のねテーマを。 こう次々と突きつけられるわけですよ。うん、ちなみにね、あの、補修とかもありました。あのー、ゼロ弦もあったかな。ゼロ弦とかもあったかな。うん。そうそう。でね、そんな僕の、えー、自称進学校の学校だったんですけど、 あの信、ー、州大学の教育学部出身の先生はねあ小バカにされがちとこれどういうことかっていうと、あのー、いろいろなコース分けあるって言ったじゃないですかその中で、あのー、定期テストで上位常にね30名より上のやつがいたんですよクラスの中でまあ A くんですよまあ同じクラスだったんだけど 喋、あのー、ったこともないでそいつがあの卒業式の時に、ねあのー、体育館で待ってる廊下の時廊下だったかな急に話しかけてきたんだよお前どこ受かったの?」って聞いてきて「ああ俺理科大受かったわ」って話になったら「ああよかったじゃん」みたいな感じになってでそこに先生がカットインしてきたのかな。 あのうちの、うちの担任の先生はね、信州大学教育学部出身の先生だったんです男の先生。そしたら、この A 君が、もう凍りつくようなこと言うんですよ。先生、僕、前から思ってたんですけど、あのー、先生のこと僕、先生だと思ってませんでした。えだって、先生は信州大学教育学部ごときの、先生ですからね、って。うん この A 君が言うんですよ。あの、いわゆるね、学校ではいい子ちゃんだったんだけど、もう腹黒さっていうか、もうドス黒いものがね、いっぱいこいつ溜まってたんですね、うん。で、その後のね、卒業式終わった後のホームルームの時間なんかもう地獄でしたよ。うん、先生一言も喋んないです。おめでとう。 でねうちの学校は卒業式終わってからもあの何だっけ進学相談の日みたいのがねあるんですよ。この国立の合否があの出てえまあ浪人する人あるいは浪人しないで行くう行くかどうかっていうそのなんか相談する日みたいのがね もう地獄でしたよそいつのせいで通学はですね、えー、自転車通学の子が多いですなんでかっていうとこれはヤンキー高校が大体電車通学してたり、まあ、バス通学してるケースが多いので大概が自転車通学ですねうんだからヤンキー高校に舐められがちって、うん、あでも僕はね武闘派だったので あの、ヤンキー高校閉めちゃったことありますけどね。<laughs> えー、使う教材だけは進学校を意識しすぎっていうことでね。えー、例えばの話、さっきもなあ名前出したと思うんですけど、長野高校とか松本深浦高校に対して憧れを持っているから、教材だけは同じもので揃えてやろうっていうことでね。えー、意識しすぎだろうって話ですよ。 え <laughs> <laughs> でさっきのう話じゃないんですけどあのー、進学実績をですねえー、と,現役と浪人生えごちゃった <laughs> 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 ええー、それからですねえー、まあさっきの話じゃないけど地元の 国立大学は進学実績としてカウントされません。うちの場合。だから、信州大学の進学っていうのはカウントされないんですよ。これは悲しいっすよね。それから、卒業すると寄付ばかりを募ると。もうしつこいんですよね。うん、ほんとに。それから、 えー、これ多分他の学校でもあるあるだと思うんですけどあの選択科目あったじゃないですか書道をやるのか音楽やるのか。で、えー、書道の先生がうん、まあ、古文とかのうん女の先生だと突然卒業してから卒業してばったり会うと筆下ろしされがちっていうのがあります。<laughs> <laughs> あのこれはちょっとあの僕のことなんだけどあのばったりねあの卒業してもうその先生がなんか家庭でちょっとご,ごちゃついてまあ別れちゃったんですよ僕らが卒業した後にに別れちゃったらしいんですよ。でたまたまあのー、長野に帰ってきてその、うん、自動車学校 を卒業して自動車の教習所を卒業してあのペーパーだけ受けに来たんですよなのにもうめんどくさいことにああやべえカー大社うんあれな何言ってたっけああだからあのー、卒業してすぐにあの教習所通ったんだけど3月って混むじゃないですか で、まあ一応一通り終わったんだけど、ペーパーだけは残ってたんですよ、最後の学科試験。で、それを受けに長野に戻った時に、その書道の先生とばったり会って、えー、筆をおろししてもらったよって話ですよ。<笑>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 えー、それから、 えー、うちの学校は服装は私服で自由だったんですけど、えー、女子は制服のある高校に憧れがちっていうのがあったんですよね、まあ、具体的なあの学校名で言うと篠ノ井高校さんにちょっとうちの女子生徒は憧れてたのかな制服かわいいかわいいって結構言ってたかな森英恵さんのデザインかなんかで話題になったんだけどうん でね、これね、多分理由としてはね、その、女子の場合って毎日ね、服装、あ,あれ着ようかな、これ着ようかで、ま、迷うのがもうめんどくさいんだと思うんだよ。多分。で、それで、ああ、無難に制服あったらなって、えー、思っているんじゃないかなって感じですかね。で、これが最後かな。えー、田舎の自称進学校の男、男子は、 えー、都会の大学に行けば 3P できると思いがちと。かっこ青山学院大学と。うん、青,青学要はね地方の要は九州だとかそれこそじゃあ東北だうーん何四国だうんね山陰地方とかからね青学目指す子って大会この 3P できるんじゃねえかなと青学にさえ行けばと思いがちなんですよ。できませんから。 <laughs> できませんえー、ちなみにね、えー、腹黒いジャミンおじさんもねあの都会のね、えー、大学にさえ行けばなんか CC ガールズだとかねシェイプアップガールズの、うん、レベルのいわゆるオスカープロモーションにいるような女たちえー、とねちょめちょめできるんじゃないかなっていう思いでね、えー、東京理科大に進学したわけですよ。えー 地獄待ってましたよ、ね、とんでもねえ地獄待ってましたけどね4年間。と <laughs>、えー、いうことで以上でございます。もう一回言いますけど青山学院大学に行ったからって言って、あのー、3P なんかできませんから、ね、田舎の、えー、男子諸君、ね、自称進学校の。 できるわけねえじゃねえかよ。なんでできると思ったんだろうね。まあ、とにかくね、都会には夢があるって思いがちだけど、ないです、夢なんか。<laughs> えーえー、ということでございます。えー、今回、いかがだったでしょうかね、えー。よかったら、えー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。えー、ご視聴ありがとうございます。